何でお前らこんなことここで私たちもこういうのですか。うるさい、何時間だよ。韓国の早く何時に来てんねん。何時に来とんねん。勝手にそんなとこつけて取ったらどこだけ守って入り込んだお前。お待たせいたしました。それではただいまから竹島の日記念式典を開催いたします。どうぞよろしくお願いいたします。この提案のコーディネーターをお願いしております、下陽先生、よろしくお願いいたします。国家間の問題である国際社会からの理解と支持を得ることが不可欠である。東京の展示館で大きな展示会である。それを全国に持ってこうじゃないか。そしてそれを世界に発信できるようにその活動を続けていくこと、それが政府を動かすことになる。韓国の皆さん、冷静に実証主義に基づいた事実を直視しよう、メッセージを出そうじゃないですか。島根県は政府官が帰りないぞ。第15回竹島の日記念式典の開催にあたり、政府を代表してご挨拶を申し上げます。竹島問題の解決に向けてご尽力されていることに対し心から敬意を表します。ありがとうございます。竹島のことはどこの国と思いますか。日本です。でもそういうふうに教えられてるし、そうね、日本の竹島は島根県のリードだって、島根県の本田さん、島根だと本田さん、もっとあの日本の皆さんに、あの日本の領土だということを知っていただきたい。竹島は日本のものだ、日本の領土だ、領土問題は解決した、そう言える未来に向けて。